くいい場所を紹介していただいたんだが、土地もでかくて100坪あって家も立派なのに駐車場がない。これが痛いな。駐車場どっか土地買うしかないですね、近く隣接区。アプローチかけてみますね。そうですね。いや、その土地が50万でセットでついてきたら多分ね、意味あるもんになると思います。こんだけ奥まであんのにな。100坪あってやもんな。1週間ぐらいで出てくるかもしれない。あ、広いな。ここは何畳ですか ?LDK。ここが LDK が今、目測なんですけど、19.8。あ、でかいな。一部屋で。約19畳ぐらい。はい。ウッド調で作られて、パネル打ちされており、トイレはダメでしたけど、お風呂場の方はヒノキの板が張られて、あ、それだけ取っておきましょうか。ただ、ちょっとね、傾きがあります。これヒノキなんですごいでしょ。これは買いですよ、皆さんね。これはいいとこですね。ちゃんと脱衣所付きなんですね。だからこう、扉が閉まらないように傾斜がだいぶ来てます。この辺ね。で、トイレちょっとお見せできませんけど、もう交換が必要。お庭も結構広くって。いや、これ、使い方によっては全然いい家なんですよ。いい家。それは間違いない。ちょっとお2階もごめんなさい、取ってきます。ちょっとお2階一緒に取ってきます。吹き抜けみたいになってますが、天井はそんなに高くはありません。ただ、ウッドハウスならではですよね。これ天然自然のものをいっぱいお使いになって、前のオーナーも大事にされてたんでしょうね。ただ、暑いです。この辺はエアコンがないとちょっと苦しいかな。洋室と畳、和室なんですけども、結構綺麗なんですが、ここら辺ですね。見上げると隙間がだいぶずれてきてるっていうのはわかると思います。これは DIY だけではなくですね、気になる人にはちょっとしんどい物件になるかもしれませんが、別荘としてはね、天窓もあってすごくいいですね。壁紙も綺麗やし、もう一回張り替えてもいいけど。で、ここから覗き窓まであると。あ、ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。で、さらに、子供たちのためか、ブランコまでつけてね、その辺がおしゃれだと思います。足場がね、これが皆さん見てください。タンク剥き出しが一番良くないなぁ。あ、筋から縦で打てなかったら横しかないんですね。だからこっちが向こう側に崩れてきてるんですね。そうです。ね。あれ弱いもんなぁ。しかも木半分に切っちゃってるもんな、丸太。角材使わなかったんですね。元はこの、これ自体がここに貼ってたやつじゃないですか。下手したら、ウッドの。余り材じゃないですか、これ。うわぁ、これは、僕は燃えるぞ、皆さん。俺ならやれるって。だって足、ほら、床の下入れんすよ、皆さん。こう、防空壕を作れますよ、要はここね。来たるべきね、最終線路に基づけば。あ、けど、コンクリートの曲がりも気になるな。よかったら皆さん、ぜひとも、買うてください。これは面白いね。110坪あって、極角を占領したと。いや、かっこええな。まあ、この辺が壊して駐車場にできるってことですよね。できますね。5の19と5の5はここですもんね。はい。ありがとうございます。皆さんお励ましますよ、トラさんは。そうよ、人生はかけよ。笑顔がいいよな。はい、バロンザーマスです。さあ、やってまいりました。いよいよ引っ越しですね。こちらの方、第8物件になります。まあ、このままの勢いでね、第10物件まで行って、とりあえずね、区切りのいいようにしていきたいなと思っている今日この頃なんですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、新しく購入させていただいたこちらの私の別荘になるところですね。第5物件の別荘から今度は第8物件まで移動するということで、もう過酷なこのね、書類の山。このね、トランクをずーっと積み上げていくと、まあ、コンテナって言った方がいいかな、をやるだけなんですけども、まあ、引っ越し屋さんに頼むっていう概念が私ないんですね。で、まあ、これ要は筋トレやと思ってるんですよ。で、前の第5物件に入るとき、第1物件、別荘をね、ガッキーさんがご購入なさったときにですね、なんとか仕事都合をつけて、1日休みを作ってね、で一気にやったんですよ。だからね、さすがの僕もね、腰とかマッチコチバキバキに痛くなってしまって、で、仕事に支障出るやないかいってなったんですね。ですから、今度の作戦はですね、また知恵をつけてですね、仕事の空いてる時間にちょっとずつ、20ケースずつぐらい運ぼうみたいなね、下カーペットをニトリで購入したやつです。6畳のやつ。また来る日ですね。まあ服装はどんどん変わっていくと思いますけども。はい。まあこういう感じでずーっとコツ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 に通っては、まあある程度ずつは運んでおしまいにしようと。
まあ、それでもね、あの筋トレして私も筋肉痛になるぐらい、この階段がまず過酷でございます。この階段を上がってからさらに2階に持ち上げていくという作業なんですね。前回同様、突っ張り棒をね、対応化してですね、荷物の居住性を広くしてですね、とにかくたくさん収納できるものは収納すると。まあ、いらないね、こういう襖とか、障子とかいったものも全部こうやって重ねていって、もう荷物置きにしちゃおうかなと。まあ、こういう作戦ですね、最初から考えていくというね、さすが知恵者ですね。はい。まあ、昔ですね、三国志のね、あの中にですね、あの南蛮一の知恵者っていうのがいましてね、はい、これ出汁王っていうんですね。で、出汁王はね、あの諸葛孔明の軍が攻め込んできた時にね、私に策があるってね、はい、で本当に策を作って、あの毒の沼地に誘導しただけっていうね、なかなか面白い自分で知恵者っていうのがなかなか通なんですけども、私その出汁王は実は大好きなんですね。はい。ですんでね、もうあの単調短絡、知恵があると見せかけてただの肉体労働をやっておるってことで、逆に僕にとってはこうハマるんですよね。ハマるね。ですから前向きに考えればですね、何とでもできるんですよ。人生一回しかないですからね、皆さんね、もうこのね、要するに町内から町内移動するのは無駄だと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、それさえも楽しいというのが私なんですね。はい。まあ、あの茨城第一の知恵者バロンザマスがお届けするほぼ肉体労働動画なんですけど、知恵あれへんやんけって、ね、ツッコミどころ満載なんですけどね。はい。また同じパターンですね。これはスノコなんですね、本来はね。これをこう2つの、まあ、突っ張り棒で引っ掛けるとですね、これ綺麗に安定したね、ほら、で高速道路橋脚型にしたことでこう荷物を詰めると。でここは車のパーツですよね。はい。こんな感じで、ね、楽しみながら、いい、もう引っ越しさえも楽しむとね、でお金をお支払いしてプロにやってもらうっていうのは、体は楽かもしれませんし、自分の予定や都合はね、呆れるかもしれないですけど、いや、そういう楽しいことをお金を払って渡してどうするんだと、自分自身でやるのが一番楽しいじゃないかってね、まあ、こういう修行的なところもね、はい、私の知恵のないところでございますないんかいとね、認めてしまうところですね。はい。こうやって少しずつ、ここはあの内装の改装の必要がないので、カーペットだけ引いただけですね。ちょっとね、襖とかがもう汚いんですけども、もうそもそも換気のために襖は使わないので、あれをまあ要するに下地代わりして荷物の軽いやつを積み上げるようにもしたりしているので、こう黙々と運んでいくこの毎日なんですね。風の日も雨の日も晴れの日もね、はい、丈夫な心を持ちね、はい、あ、こう宮沢賢治ですね、はい、有名でございます。どんどん書類を持ってくるということでございます。はい。皆さん、茨城ダニュータウンね、ご興味がだいぶ減ってしまってですね、まあ、視聴回数も減っておるなというね、ツッコミをいただいておるんですけども、要は、この茨城ダニュータウンがね、もう一度地域が再生されてですね、たくさんの人たちが、こうかつてのね、子供たちと一緒に、こう、皆さんがね、町内会って言いますかね、自治会でお祭りとかやったわけですよ。で、そういうところで子供の声が聞こえるところまでやりたいなと。自然豊かで、都会まで30分を切っているこの道路環境、地域環境もあれば、新名神が通っていることによって、本当の別荘としてもお使いいただけると思います。ですから、他府県からお越しになって、こちらでゆっくりするということもできますので、最近はね、あの、カフェ泊まりさんを筆頭にですね、たくさんの素敵な、食事どころやカフェ、ね、休憩場所いろいろありますし、あの、サイクリングがお好きな方や、単車好きな方もね、基地としてもお使いいただけると思います。まあ、そういう意味でもですね、もう茨城台の物件随分値段も上がってきましたが、これが本来のあるべき値段ですのでね、まあ、金額よりも人生をね、振り返るときに、あの時にまあこういう別荘買って楽しかったよね、良かったよねと思ってもらえる、そういう人生に、まあ、金銭的な高によってね、判断してしまうのは非常にもったいないのかなと思っておる次第です。代わりにですね、あのお家はね、少し高い目に買わせてもらうんですね。もうあと肉体労働でね、この分全部挽回するということなんですね。はい。私自身の考え方なので押し付けるつもりはございませんが、こんなね、ちょっと、なんですが、霧がかかった日であってもね、あいつは仕事の隙間を縫って、こうやって積み上げていくということですね。百里の道も一歩からと申しますが、実際やってみるとね、最初は、ちょっとしんどいかなと思うんですけど、やり始めてね、黙々とやっていくとですね、やっぱり結果が出ると楽しいんですね。はい。あの、よく言われますけど、まあ、私、あの、コンサルの仕事もしておるんですけども、ダイエットの上手い人、ね、ダイエットの上手い人は優秀であるっていう、まあ、一個の定義があるんですよ。これはもう本当にね、言い得てみると、その通りなんですよ。で、ダイエットっていうのは、一日に、筋トレするとか、食事制限するっていうことからダイエットって始めれるかと思うんですけども、多くの人が、俺ダイエット始めて1週間なんだよねって言って、何してんのって言ってね。
お酒をね飲む日を1週間のうちに休肝日を作りました。1回っていうね、まあまあ1週間で1日だけダイエットしてるじゃないかということですね。意外とね、あの論理的思考で見るとね、朝ごはん抜きましたって言ってね、昼飯牛丼に入って食べたりとかですね、結構人間っていい加減なんですよね。私もそうなんですけども、でも本来ね、あの頭脳派、もう要するに論理派の人たちっていうのは1日あたりだいたい200キロカロリーずつね、あの減らす、まあ簡単に言ったらまあ200キロカロリーで分かりやすいですよね。まあパン1個分ぐらいですかね、うん、でそれを毎日毎日それを減らすだけで運動しなくてもだいたい平均で1キロ痩せるんですって。でそれを逆算して、まあ、要するに5キロ減らしたかったら5ヶ月間毎日毎日200キロカロリー減らすか、200キロカロリー食べてもその分運動すればいいということになるので、その毎日の積み重ねコツが大事なんですね。でこれを実直にできる人ほど経営すごくうまいんですよ、はい、私が、ね、何千人か会ってきた社長さんたちの中で皆さんそういうのが、ね、できて、みんな朝活やったりするんで僕できないんですけど僕無能ですよ。あの茨城第一の知恵者と、ね、勝手に言ってる、出汁を作ありと同じようなことを言っておきながらですね、私そんなことできないんですけども、そういう人を指導する側にいるっていうのはまた不思議な話ですね。でもまあ、こういうところが逆に私の得意なところですかね。はい、大変な荷物もですね、合計でなんと 2.8 トンにまで増えてしまったこの書類たちでもね、じっくりこうコツ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 やると。こういう意味ではね、あの肉体労働をしていると見せかけ、先ほどのコンサルの処方の処方であるんですけど、こう自己統治ですね、あのゴールを1ヶ月後に設定した時に、まあ、毎日刻めばどのぐらいなのか、でそれをちゃんとできるのかっていうところで、この20個ずつやるっていうのをちゃんとやるとですね、まあまあできるんですよね。体の負担もないしと、そのやっぱ知恵者やんって言いたくなるんですけども、まあ、あの、それは自画自賛しても仕方のないことなんで、皆さんに評価をお任せしますが、まずやってみようなんですよね。人生ってのはやっぱり挑戦するとか、参加するのに意義があるので、もし茨城大ニュータウンに入ることそのものを迷ってたり、別荘を買いたいけど、お金がなって悩むんだったら、あの、お金はね、ローンでなんとかなりますよ。なんとかなる。ね。その分、働いた分だけ、ここでいる時間を想像してみてください。非常に気分がいい。見てください。この晴天の空ね。全部自分のもののように思いますよ。ね。やっぱり別荘持ってるよっていう一言がですね、たくさんの友人関係を作ったり、自分の趣味部屋にしたり、いろんな可能性を引き出すことがあります。まあ、ここにね、いらっしゃる多くの方々、新しくご入居いただいた方も、それぞれの道をね、非常に楽しんでおられる。やっぱそこが大きいですよね。環境を変えるということが、まず人生が変わっていく証拠になりますから。そういう意味ではこうね、孟母三遷って言いますけど、孟子のね、お母ちゃんはですね、3回引っ越したってですね、知ってます?それね。みんなとね、遊ぶ場所のところでいるとね、みんなと一緒に遊んでしまうと。で、まあ、ね、孟子のお母さんもっと勉強してほしいなとね、学校の近くに行くと。なんか先生の真似事をすると。まあ、足らんなと。今度は学問所の横に行ったんですね。そしたら、子供たちがね、やっぱ学者の真似をすると、これなら勉強の環境がいいって言って、孟母参戦、なんと3回も引っ越して環境から整えたと言います。まあ、そういう意味でもね、皆さんもぜひとも茨城大ニュータウンにね、お越しになって、自分の人生の環境を変えることから、いろんなものをまた新しく発見できるということでね、ぜひともね、お越しいただきたいということでございます。これからもね、動画撮っていきますね。よろしくお願いします。それでは失礼します。バイ。